えー、さっきスルーされたからもう一度、兄が連れてきた女性が複雑な家庭育ちで、身内に反社会勢力がいるかもしれません。我が家の父は地元の有力者で、行政や警察ともかなり濃い関係です。父の仕事に影響ありますかはい。女性が危険人物に見えてとても怖くどうしたらいいかわかりません。結婚になったらどんな影響がありそうでしょうかえっと、あの、地元の警察の人に、反社かどうか確認してください。実はね、反社かどうかの確認って警察に相談するとできるんですよ。 なので、それではっきりさせてください。で、はっきりさせた上で、兄に対して、反射の確認が取れましたけど、どうしますかっていうので、その、まあ、それでもその人と付き合うっていうのであれば、あの、家としては縁を切るし、世帯は分けなければいけませんと。要はその、あの、反射と付き合って、 てる家族がいるっていう、世帯が同じっていうのだと、その、その家自体が反射の過程だよねという認識をされてしまうので、もう世帯が分かれてますっていう言い訳ができるぐらいにしないと守れない可能性があるので、そういう色々な事実を確認した上で、どうしますかっていうのを聞いてみるといいんじゃないでしょうか。